韓国プサン港から中国に渡ろうとしていた1900億ウォン相当のコカイン 63.88kg が摘発された。プサン本部税関は17日、先月15日、プサン港で積み返して中国に出発しようとしていたコンテナから原和対約1900億ウォン分のコカイン 63.88kg が見つかったと明らかにした。 摘発されたコカインは200万人が同時に投薬できる量で、不参考開口以来の最大規模となる。コンテナは最終目的地外の中間経由国では特別な情報がない限り物品検査は原則、行わない。税関はメキシコ税関からコカインの密輸情報の提供を受け、メキシコから船舶が出発してから約10日間、 追跡していた。そして先月14日、プサン港にコカインが積まれたコンテナが入港することを確認。翌日の15日、プサン北港で二役されプサン新港に移動しようとしていたコンテナを検査したところ、陰匿されたコカインを発見した。